What's up YouTube? どうも、ソーシュミュージックです。はい、ということで本日は毎週金曜日スニーカーズヒストリーのコーナーでございます。こちらのコーナーは僕自身まだスニーカーの知識が浅く、まだまだ勉強のみなんですが、そこで知ったことなどをこのソーシュネットをご覧いただいている皆様にも共有できればなと思いスタートしたコーナーです。はい、ということで本日で第6回目となるスニーカーズヒストリーなんですが、本日紹介するのは数あるシリーズの中でも異彩を放つスニーカー、ナイキエアジョーダン2でございます。1986年から87年のシーズンにおいて、マイケル・ジョーダンの足元を支えた自身のシグネチャーシリーズのセカンドモデル、エアジョーダン2。エアジョーダンを特別な存在に位置づけたかったナイキは高級路線にシフト。オリジナルモデルはシリーズ唯一のメイドインイタリーとして企画され、ファーストモデルから引き続きピーター・ムーア氏とエアフォースワンのデザイナーでも知られるブルース・キルゴア氏、そして新たにイタリア人デザイナージョルジオ・フランシス氏がデザインを担当。制作すらもイタリアで行うという前例のないモデルは1986年にリリースされました。イタリア人デザイナーということで、リリース当時はジョルジオ・アルマーニのデザインではと噂が先行したようです。前作エアジョーダン1はダンクシリーズなどと共通点を持つシューズだったのに対し、エアジョーダン2はナイキのシンボルでもあるスーシュマークをアッパーパネルから排除。19世紀の女性用ブーツをモチーフにイグアナスキンをオーバーレイに配すなどしてリッチ感を植え付け、他のモデルやカテゴリーとの差別化を図ることでエアジョーダンシリーズのベクトルを明確としたモデルとなりました。ミッドソールには弾力性に優れたポリウレタンを使用し、大幅なクッション性の向上に成功。ヒールのフィッティング性を向上させる蛇腹状プラパーツ、シューレースの緩みを防ぐ D リングなど、デザインに機能性を反映させた仕上がりに。またハイカットとローカットが発売されたものの、オリジナル発売時にはカラーバリエーションが2色のみと AJ1 に比べ極端に少なく、黒ベースのモデルは発売されなかったこともシリーズで唯一です。ただミッドソールのポリウレタン含有量を増やしたことで加水分解が激しくなりました。しかしこのシーズン開幕直後にマイケル・ジョーダンは足首を骨折、レギュラーシーズンをほぼ全休してしまうほどの重傷でした。シーズン終盤に復帰し、チームはプレーオフに駒を進め、プレーオフ個人記録となる63得点を叩き出したマイケル・ジョーダンですが、この時着用していたのはエアジョーダン2ではなく、 AJ1 に AJ2 のソールを使用したいわゆる AJ1.5 でした。サポート性は AJ1 の方が、クッション性は AJ2 の方がいいというジョーダンの希望にナイキが応えたもの。昨年 AJ シリーズが30周年ということもあって、ナイキからこの 1.5 が The Return という名前でリリースされたのも記憶に新しいところです。前例を見ないイタリア製やスーシュマークを配布するなど、数あるジョーダンシリーズの中でも異彩を放ち、後にジョーダンブランドとしての確立をするきっかけになったモデルですが、あのラッパーエミネムが初めて購入した AJ シリーズがこの Air Jordan 2だったそうです。当時15歳から16歳だったエミネムが皿洗いのバイトに励んで購入した初めてのエアジョーダンがこのエアジョーダン2のシリーズでした。その影響もあってか、2008年にはカスタムエディションがリリース。履き口とつま先の補強にはリリックが書き殴られたこのモデル、わずか313足という限定足数は彼の出身地であるデトロイトの市街局番になぞらえたアイディア。アメリカでは3000ドルを超えるプレ値で取引され話題となった一足です。履き口周りなどに書き殴られたリリックを見ていると、映画8マイルでエミネムがボロボロの紙切れにリリックを書いていたシーンを思い出します。2010年にはハロウィンに合わせ強烈な印象を残したキャンディーパック、アッパーをイエローやグリーンのワントーンで染め上げたプロダクトは AJ シリーズの中でも比較的珍しいカラーリング。またキャンディーパックに先駆けてリリースされた水色の AJ2 はスポーツとカルチャーを融合させたビッグイベント、ナイキワールドバスケットボールフェスティバルに紐づくプロダクト。デザイン的にはキャンディーパックのバリエーションにも感じられますが、アウトソールがクリアソールになっているなど細かい部分のディティールが異なっています。そして昨年2015年と今年2016年にはセレブが愛用するベースボールキャップブランドジャストドンとのコラボレーションモデルもリリース。 AJ シリーズの中ではデザイン的に優れると誰もが認めながらも、人気としては今一つの AJ2 をスターダムに押し上げました。本日のコメント欄なんですが、エミネムが初めてゲットした AJ シリーズは AJ2 でしたが、ご覧いただいている皆様が初めてゲットした AJ シリーズは何ですか？ぜひコメント欄の方にお願いいたします。また今回もリソースは全て動画説明欄の方にまとめておりますので、ぜひこちらの方もチェックしてみてください。はい、ということで本日はスニーカーズヒストリーナイキエアジョーダン2で
でした。本日の動画が良ければぜひグッドボタン、高評価をよろしくお願いいたします。チャンネル登録などまだお済みでない方は、パソコンでこの動画をご覧の皆様はこの右下にある画像をクリック、スマートフォン、タブレット端末でこの動画をご覧の皆様は動画の下にですね、チャンネル登録用のボタンがございますので、こちらを押していただきまして、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また Twitter、Facebook、Instagram などもやっておりますので、こちらの方もぜひチェックよろしくお願いいたします。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later! バイバイ。アイゼン、ゼン、かけた一大ゲーム、一体誰がこのレッドセス、チェッカーレタベルには乗らない。 My life, keep my best, nobody can so 見限りある時間なら暇はない、無駄にはできない、今瞬く間に過ぎてく日々戦うチャンス。